ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前さ、家の近くのトンネルで叫んで遊んでいたんだ。何その遊び。それでさ、ふと思ったんだ。日本の鉄道で長いトンネルってどこにあるんだろうって。よくその遊びからその発想が生まれたな。でもすごい気になるんだ。そうか。なら今回は、日本の鉄道の長いトンネルランキングを10選紹介するぜ。レッツゴー。まずは第10位、ゴリガミネトンネルだ。具体的にどの辺にあるトンネルなの？ゴリガミネトンネルは、北陸新幹線のトンネルなんだ。上田駅から長野の間にあって、全長は 15,175 メートルもあるんだ。15キロもあるんだね。このトンネルは、結構ハードスケジュールな工程で建設が進められたんだ。どんな感じだったの？この北陸新幹線は、長野オリンピックに合わせて開業する予定だったんだ。その際、このトンネルを3年半で完成させなきゃいけなかったんだ。トンネルってどれくらいの長さを大体どれくらいの期間で掘れるの？昔は手作業でやっていて、1日に1メートルから2メートル程度掘ればいい方なんだ。でも、最近だとシールド工法っていう方法でやっていて、現在だと1日に16メートルから20メートル掘ることができるんだ。マシンを使ってもせいぜい10メートル程度なのか、気が遠くなるなぁ。そう、だから月に最低でも150メートルは掘る必要があったんだ。まあ単純計算すれば10日くらいでできそうだけど、毎日がそううまくいくわけでもないしな。そう、トンネルを掘るって結構大変なんだ。公園の砂遊びでトンネルを掘るときと同じで、いろんなトラブルが起こるんだ。崩落があって思い通りに作業が進まなかったり、作業員が事故で亡くなってしまうことだってあるんだ。それはお気の毒だね。また、トンネルに水が流れ込み、水没してしまうなんてケースもある。簡単に作れるものじゃないんだね。その通りだぜ。ゴリガミネトンネルもそういったトラブルがあったんだけど、平均150メートルを達成してたぜ。お、それはすごい。なんならある月は1ヶ月に281メートル掘った月もあるんだ。その時はうまくいったんだね。そうだな。第9位のトンネルは、榛名トンネルだ。どこそれ？榛名トンネルは、上越新幹線のトンネルなんだ。全長は 15,350 メートルで、高崎から越後湯沢の間にあるトンネルなんだぜ。そうなのね。そして、このトンネルもトラブル続きだったんだ。それほど大変だったの？そもそもトンネルを通すこと自体厳しいみたいな感じだったんだ。もともとこのトンネルの地質があんまり良くなかったんだ。さらに、湧き水も大量に出ていたから、掘削にかなり苦労していたらしいぜ。結構大変そうだね。そういったトラブルがあったため、様々な対策をして建設したんだ。だけど、その対策もさらなる問題を引き起こしたんだ。周辺の井戸水や、灌漑用水などが枯渇したり、掘削中の陥没事故も発生したんだ。それ本当にヤバいじゃん。周りに被害が出て大変だね。そうなんだ。トンネル工事っていうのは、トンネルだけに問題が起きるわけじゃないぜ。最悪の場合、トンネル周辺の環境や生活に影響を及ぼす可能性もある。リニア建設でもそういった問題は議題に出されていたよね。そうだな。静岡県の水資源に影響をもたらすと言われているけど、結局どうなるのかわからん。そうね。第8位は、六甲トンネルだ。このトンネルはどんなトンネルなの？このトンネルは、山陽新幹線にあるんだ。新大阪から新神戸の間にあって、全長は 16,250 メートルもあるぜ。山陽新幹線開通時には、鉄道トンネルとして世界3位の長さを持っていたんだぜ。新幹線ってトンネル結構多いね。これまでのランキングといい、なんで新幹線ってトンネルが多いんだろう。いろいろな理由があるぞ。単純に山しか用地買収ができなかったり、騒音問題をなくすために山の方をあえて走らせたりとかね。町の方を走ると、騒音でクレームが来ることが多いんだ。確かにそうね。それに、トンネルで繋いだ方が高速運転しやすいしな。なるほどね。第7位は、新関門トンネルだ。どこにあるトンネルなの？このトンネルは、九州と本州を結ぶんだ。本州の新下関と、九州の小倉の間にあるトンネルで、関門海峡を横断するんだ。山陽新幹線のトンネルで、全長は 18,713 メートルもあるぜ。ここも結構長いね。そして、このトンネルは今までのと違って、海の中を走るトンネルなんだ。確かに本州に行くんだったら海を渡らなきゃいけないもんね。その通りだぜ。そして、このトンネルは山陽新幹線の中で最も長いトンネルなんだぜ。そうなんだね。ちなみに、在来線の関門トンネルも存在するんだけど、新幹線とは距離が離れているんだぜ。ずっと並行して走っているわけじゃないんだね。第6位は、新北陸トンネルだ。北陸にあるトンネルなんだね。その通りだ。このトンネルは、北陸新幹線のトンネルで、全長 19,760 メートルもあるんだ。すごい長いね。石川県の金沢から、福井県の敦賀の区間にあって、現在進行形で工事が進んでいるんだ。それじゃあまだ開業していないの？
その通りだぜ。北陸新幹線はまだ金沢までしか繋がっていないんだ。2024年にこの区間も含め、敦賀駅まで開業するんだぜ。開業が楽しみだね。そうだな。そして、将来的には大阪まで結ぶんだ。それじゃあ開業すれば東京から大阪までの長大ルートを、太平洋経由か、日本海経由のどちらかで行けるってことだね。そうだな、リニアも含めて3つのルートができるぜ。まあリニアはいつできるかわかんないけどね。そうだな。ちなみにトンネル自体はもうすでに完成しているんだ。トンネル周辺の地盤のトラブルなどもあり、予定より4ヶ月遅れてしまったんだけど、2020年の7月には貫通したんだ。なんとか貫通してくれてよかったわ。ちなみにこのトンネルが貫通した時に出てきた瓦礫の石は、受験生を応援する企画として、突破石という名前で配布されたんだ。確かに縁起の良さそうな石だね。次の第5位は、大清水トンネルだ。大清水トンネルは、上越新幹線のトンネルで、全長は 22,221 メートルもあるんだ。20キロ超えたねー。上越新幹線の上毛高原から、越後湯沢までの区間にあって、この区間のほとんどをこのトンネルが占めているんだ。それじゃあ窓の外を見てもほとんど真っ暗なんだね。その通りだ。シェルターを挟んで他のトンネルとも繋がっているからな。そして、このトンネルも建設時に大きなトラブルが多発したんだ。どんなことがあったの？問題の一つに、岩跳ねという現象が多発していたんだ。岩跳ねって、何？岩跳ねは、こういったトンネルや坑道なんかで岩盤が急激に破壊して、その破片が飛んでくるんだ。何それめちゃくちゃ恐ろしいじゃない。この岩跳ねは掘削する規模が大きければ大きいほど、発生しやすいんだ。例えば、掘削中に採掘方法の誤りで地震を引き起こしてしまい、その時に岩跳ねが発生することもあるぜ。本当に危険な工事なんだね。世界各地でもこの災害は多発していて、工事中に発生した地震が、街一帯を半壊させるようなケースもある。アフリカなんかだと毎年20人がこの岩跳ねで死んでいるぜ。世界でも深刻な事故が発生しているのね。そして、このトンネルはそれだけじゃない。工事中には湧き水が発生したり、トンネル掘削の影響で温泉の泉脈を枯渇させたケースもあるんだ。トンネルの工事は、思いもよらぬとこで周辺に被害をもたらすんだね。日本のリニアもそういうところが不透明だったりするぜ。静岡の問題だね。そうだな。あれも JR の説明が不透明で、大井川流域住民は不安らしいぜ。なんとか折り合いのつく解決策に落ち着くといいね。マジでその通りだぜ。次の第4位は、飯山トンネルだ。飯山トンネルは、北陸新幹線のトンネルだ。どんなトンネルなの？長野県の飯山駅から、新潟の上越妙高までの区間にあって、全長は 22,251 メートルもあるんだ。そして、この区間の工事は、難工事だったんだぜ。そんなに大変だったの？このトンネル周辺の地質は、かなり複雑だったんだ。工事中も、地山が膨張していったり、メタンガスが発生して大変だったぜ。メタンガスって何？メタンガスっていうのは、可燃性のガスなんだ。堆積岩の地層にいくらでもあって、そんな場所を掘削していると普通に出てくるぜ。そういったガスが、密閉して換気の悪いトンネルで充満する。そして、そんな劣悪な環境で火をつけたら普通に爆発事故が起きるぜ。それはやばいね。だからトンネル内での工事は本当に危険だぜ。それらに対して何か対策はできないの？もちろんできるぜ。例えばこの飯山トンネルを建設した時は、ガス抜きでボーリングが行われたんだ。トンネル中のガスを外に送って、できる限り事故対策をしたんだぜ。なるほどね。それなら事故を予防できるかもね。そうだな。でも、対策は練っても事故がなかったわけじゃないんだ。残念ながら工事中に崩落が発生したんだぜ。それはお気の毒だったね。それでも工事は続き、建設から9年経った2008年にトンネルは貫通したぜ。10年の歳月がかかったんだね。続いて第3位は、岩手一戸トンネルだ。岩手一戸トンネルは、東北新幹線のトンネルなんだ。2002年の東北新幹線の八戸延伸の時に開通したんだぜ。岩手沼区内駅と二戸駅の間にあって、全長は 25,808 メートルもあるぜ。岩手沼区内なんて駅があったんだね。私も調べるまでこんな駅があるなんて知らなかった。一号新幹線の駅で、はやぶさが止まる駅なんだ。はやぶさしか来ないの間違いでは？その通りだぜ。でもかつては国鉄の名特急、ハツカリア発行だ、グリコマなどが止まる駅だったぞ。そんな駅だったんだ、すごいね。開業時は山岳用トンネルとして、世界最長のトンネルになったんだぜ。そうだったんだね。でも、5年後にスイスのレッチュベルクベーストンネルが記録を塗り替えたぜ。イタリア方面のユーロシケが通る路線だね。ペンドリーの大好き。その通りだ。イタリアのミラノからこのトンネルを通ってスイスのベルンなどを結ぶトンネルだな。今回は日本のトンネルを紹介してるけど、海外のこともいろいろ紹介したいな。私もそれ聞きたいな。そして第2位は、八甲田トンネルだ。
船の名前みたいだね。確かにそうだな、八甲田丸って船はあるしな。でも、八甲田の由来はそこじゃないんだ。八甲田っていうのは、もともと山の名称なんだ。そうだったの。青森に連なる山々の総称で、日本百名山の一つでもあるぜ。それじゃあすごい山なんだね。そうだぜ。話が逸れてしまったが、このトンネルは東北新幹線にあるんだ。青森県の七戸と和田駅から、新青森の間にあるトンネルで、全長は 26,455 メートルだ。ここも25キロ以上あって長いね。2010年からスタートして、陸上トンネルの中では最も長いぜ。そして流行る第1位は、青函トンネルだ。やっぱり最後は青函トンネルだね。青函トンネルは、北海道と本州を結ぶトンネルで、全長は53キロもあるぜ。今までのトンネルと比べ物にならないくらいだね。交通機関のトンネルとしては世界4位、海底トンネルの長さでは世界一の長さだぜ。英仏海峡トンネルもそれくらいじゃなかった？そうだな。フランスと英国を結ぶ英仏海峡トンネル、通称ユーロトンネルは海底部が世界一だ。青函トンネルが作られた経緯って何？このトンネルができる前は、航路で北海道と本州を結んでたんだ。鉄道連絡船っていうのがあったよね。そうまさにそれだ。でも、50年代に朝鮮戦争の機雷が津軽海峡に入ってきたり、台風による船の遭難や事故が多発したんだ。その解決策として、安全な地下にトンネルを建設することになったんだぜ。そういう経緯があったんだね。それでも、海の下に作ることは容易じゃなかったんだ。海底に作っていたから、異常出水が多発していたんだぜ。他にもトンネルが変形してしまうこともあったんだぜ。トンネル外部から圧力がかかってな。まあ、地中の奥深くで海底ならそんなことがあってもおかしくないよね。そうだな。こういった事故が多発し、合計34人の殉職者を出してしまったんだ。お気の毒だね。今でこそ青函を結ぶ便利な幹線だけど、その裏には多くの犠牲が伴ったんだ。さて、今回はここまでだぜ。どうだった？トンネルの長さだけじゃなくて、建設に関する問題や情報を知れてよかったよ。すごい面白かった。私も普段調べない鉄道の情報を調べられてかなり意義のある調査だった。そうだね。それじゃあ今回の動画はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。